はい、おはようございます。今日はね、アンアンさんに来ております。あの、アンアンさんといえばね、やっぱり安い焼肉屋さんで有名なお店だと思うんですけど、まあ、僕もね、学生の頃すごくお世話になってまして、まあ、ちょっとね、どうしても撮影したいと思い、メールの方をさせてもらったところですね、心よく承諾をいただきまして、撮影に参りました。もう今日はね、あのお肉とかご飯とかお酒とか関係なく、もう完全に楽しむために来ておりますんで、満足するまで好きなだけ食べていきたいと思います。まずはね、生から乾杯させていただきたいと思います。あ、一人なんですけど乾杯。はい、ありがとうございます。はい、はい、わかりました。ありがとうございます。まず来たよ、これ熱っ。牛タン塩ね、見えるかなって、こんな感じでございます。うまそう。ちょっとお肉早速焼いてちゃおうかな。はい、はい、よっしゃ。うもう香りがやばいもんめっちゃうまそう。失礼いたします。はい、こちらトントロと、はい、トントロと、鶏もんかで、これは牛ホルモンとバイライスで、やばい、焦げちゃう焦げちゃう。うわ、うまそう。いや、たまんないなこれ。うまそうじゃん。ちょっとトントロも焼いていきます一緒に。まず牛タン、牛タン、こんな感じ。ちょっとまずはね、そのまんまいただきますね。うまっ。まあね、アンアンカルビ、中落ちカルビ、あとね、和牛カルビを2人前追加でいただきました。ちょっと次は塩だれで。うん、うまっ。うん、ちょっとトントロも、こんな感じ。トントロでございます。いただきます。ほら見て、これこれよ、これ。焼肉と言ったらこれでしょ。アンアンカルビも焼いていきましょう。タレにつけたトントロ、ありがとうございます。すいません、はい、ありがとうございます。そしたらカルビ、カルビ見て、カルビこんな感じよ。いいでしょう。いきます。うまっ。焦げちゃう焦げちゃう。鶏も食べよう、鶏。いいよ。じゃあ中落ちを。はい。うん。
ます。はい。じゃあ生ビールで、ね。はい。ありがとうございます。はい。すいません。もう中落ちも大丈夫でしょう。中落ちはね、こんな感じ。もうブルンブルンですよ。油ブルンブルン。うまー。普通のアンカルビよりはね、油分が多いからお子さんとかやっぱ好きかもしれない。うん、よいしょ、鶏ももも、いい感じでございます。見える、最高じゃないこれ。炭火焼きみたいにちょうどいいよ。プリプリ。空いたスペースにこの和牛カルビを、うん、うわ、和牛カルビもうまそう。焼けたかなこれ。お、焼けた。和牛カルビ、大盛りライスのおかわり来たから一緒に食べたいと思います。やっぱうまっ。和牛カルビすげえ美味しい。オッケービールうめえな。空いた方でホルモンも焼いていっちゃいましょうか。二枚食いを。うまっ。ちょっとね、今焼いてる間に追加の注文をしていきたいと思います。あ、すいません、生ビールで。ありがとうございます。すいません、はい、ありがとうございます。追加でハラミとヤングカルビ、まずホルモンを。ちょっとお米だからさ、つけちゃったけど、こんな感じ。ホルモンってご飯に合うよね。追加、激辛豚トロと牛レバー。見てこの牛レバー、超素敵。でレバーが出したらすぐの方がいいのか。先にレバーと、ちょっとヤングカルビを。レバーの火の通りは早いな。いいや。これレバー見えるかな。レバーこんな感じ。いただきます。うまっ。レバーうまいな。これヤングカルビー、いい感じ。ヤングカルビね、失礼いたします。はい。豚足でございます。はい。エヴァン。お好みでこちら酢味噌つけて。あ、わかりました。ありがとうございます。うん。今これ頼んだね、エレンギバター乗せないと熱っ。奥の方がいいか。残ったレバー先に焼かないと。間にこの子飲んじゃえ、この子。ふい、うまそうでしょ。あーうまっ。今ね、豚足が来たの。豚足見て、
それ僕ね、油揚げにそのまま食うのが好きなんで、ちょっとね、味噌と一緒にいただきますね。うまっ。すいません、お願いします。ちょっと温まるまでにナムルをつまみナムルをつまみながら、うん、もうエリンギバターもいい感じかな。付け合わせに醤油持ってきちゃったんで、それを中に入れていきたいと思います。よっちょ、エリンギ醤油バター、うまっ、うん、続いてハラミ、うまそう、ハラミ。すごい肉厚なんだよね、こんな感じで。美味しそうじゃない。たまらんよね、これ。あら、うまっか。うまっ。うん。うん。結局頼んだフードのね、ラスト激辛、これトントロか。僕ね、辛いの好きなんでね、これ見た瞬間頼もうと思って。失礼いたします。生ビールです。ありがとうございます、はい、いただきます。ごめんなさい、頼んじゃいました。ちょっと1枚焦がしちゃったけど激辛トントロ、激辛トントロいただきます。うん、うまっ。グラストでございます。うん、うまい。ごちそうさまでした。